やっていきます意外と上手でしょ頑張れ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 ,頑張れどうも <laughs> チームやばくない <laughs> どういうチーム決めをするかみたいなの俺分かってなかったのでいきなりドラフト始まって,ドンって気が動転して まあ一発目とりあえず教えを超えたいからセロス取っとこうと思ったんだけどそっからもうサイロス取ったところからもう全部おかしくなっちゃってまあでもしっかりえーモトプロでトップチャレンジャーサポートカッツさん取れてるんで勝てるかなと思います本当に個々の力は絶対高い絶対高いんだけどまあ調和そのまとめるっていうところでどうなるかだね いやでもさ、俺これちょっとドラフトしてる時に何が大失敗って思ったかっていうと、ほんと UG が勝ちに行き過ぎ明らか強くないか美しくねマジで。ドラフトが始まる前に、なんか一人一人のプレゼンポイントみたいの、なんかこここういうプレイヤーだよみたいなのいろいろいろんな人の聞いて、やっぱりサポートはみんなね、レートも高いし、うめえんだよ。トップが結構、 癖揃い,でか墓地かいいいでんんじゃんなんかヨリックとかイラウエを得意にしていてソロキュー配信をしていたらマルファイトでもスプリットしていたっていう情報から入ったのうーわと思って <laughs> うーわと思ってかなり癖強いねと思って制御効かない系なんかなと思って、まあ、で制御効かないで言うとまあゾウもそうなんだよねではっきり言って俺のチームは俺次第っていうのとチームの雰囲気次第 っっていう感じになった結構俺が鍵だと思うここのチームは俺がこけないことが大切だと思う俺がこけなかったらゼロスとゼロストらへんがキャリーしてくれそうでそのこける要因になるのがやっぱりその雰囲気だからクズハのチームはもうな俺のイメージだけど結構雷神ぶっぱチームだと思ってるウルカも ADC は強いけどこの面々には俺はさすがに勝てないと思ってるから いいバランスであると思うね。いやだから、俺のチームは本当に俺だね。だから見てわかるでしょこの、なんとなく、いろんなチームに、あの、一番下以外は、若干弱いへこみがあるんだけど、そのへこみが俺のチームはここだね。ここ。カッサンのサポートってどうなんだろうってずっと持ってんだよね。あの人ってジャングルかサポートかいやダイヤかとか聞いてないんだよね。サポートができるか聞いてんだよ。 こんにちはうー久しぶりです久しぶりちょっと教えてロルをだ同じチームだから <laughs> 1> 俺一位指名したからああ、してるなんかリボ,ン、うん、リボンついてるらしいねそうすよそうだよゼロストとロールできるからよかったねあ,あそれは別によくないかも <laughs> あよくねえんだなんかさ その時のレートが上がんないの、まず。マジ上がんなくて。その時のレート上がんない。いまず、チャンプはなんかおすすめいるタリアとニーコどうああ俺はいいと思うよ。両方全然。ほう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 。いい、いいジャンプだと思う。そうだね、タリアは特に激アツだね。ジャングルもミッドも超強い今。タリアかニーコで今回やります。OK。ちなみにいくらレーと今今、俺 M3。あー、M3 か。M3。 ギリギリだな。何ギリギリだなって。いや、俺とディオできる、ギリギリ。あなたは何なの今。俺、ダイヤ4かな。だからちょうどできない。あ、ちょうどできない。じゃあ、上げたらいけんだ。1個上がったらいけるんじゃないかな。了解かあなた、だってダリトップしてるって聞いたけど。あー、いや、それは、やっぱ、その、 メディアに騙されてるねチャルルさんチ、ね、ャルルさんというメディアに騙されてる、ね、<laughs> いやいやいやでメディアに騙され、ね、てる,やるけど、ね、いやいや騙されてねえじゃん <laughs> いやいややるけどいいね俺ラシーでも教えてもらわないといけないからさちょっと。ああねそっちの方が簡単かもロール教えるよりやばいよねレジェンドレジェンド80、まあ、一応ね ビークレートだから、そんな維持してないよ、言うて。言うて維持してない。 こいつイギナイトなんだよな。パパッ、ブーネ。すみません、失礼ます。あ,あの、うまくいってない方がいいやっぱりコーチングは。 イブリンああ始まってる始まってるコーチいくんてほしいのにやめってはいそれは怒られますサイブリーさんえっ いないけどな、大丈夫かな。これいないけどな。ししお、めい。ウお、お、いったこれ。ああ、G G。い味方が倒されました。<う> <laughs> これコーチング、これコーチング動画か。<う> <laughs> これはいい試合ですねセラさんさましロームタイミングとかは良かった、まず。も<う>ウェーブ管理しての動きは良かったと思う。やっぱ、レーニングの、まあ、フィジカルのほうかな、結構。まず、サイラスをもっと殴ったほうがいいね。もっとこの時点で殴ったほうがいい。そう、殴る。モードアタック指定して、E は気合で避ける。 まあそうだよね、そこはまあ。これもも前入れたうがいいえ、今の立ち位置だったらもう、ニーコがどこにいないといけないって話これもう殴りに行く、ずっと殴りに行く。なんなら、インされても先にレベル2になるから、うん、これ今、ほぼ同時になったじゃん。うん、できれば敵のレベルを遅らせるぐらい、もっと前でったほうがいいね。特は、はあ、に連打したい命令だから、はあで、ここももうもっと9打ちたいね。基本的に、うん Q はずっとクールダウンなイメージかも。うんこのマッチアップだと。こういうのも、ウォータータックしつつ、あ、あと、いいね。これちょっと良くないんだよね。マッチで使った方がいいうん。基本、e、って当たんないから、いい言って外すぐらいなら、い、e、いずっと持った状態で Q だけでずっとハラスする方が、うん、安牌ではある。うん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 。今も死んじゃって、 あと tp 基本的にすぐしていいよ。序盤の方ちょっとしぶりがちなんだよね。うん、これ絶対した方がいい。基本的に序盤はね、うん、使った方が得やね。回した方がいいと思っていいかも。えー、そうなんだ。これ tp してた場合何がどうかっていうと、うん、先に押して先に動きるんだよね。考え方として。まあそうね。あそこを狙うかどうかやね。今回はまあまあ、ウェブ美味しいし悪くないかもって感じ。で、ここからもレーニングはひたすら9だね。 Q 余っ,ってたらダメ。ずっと CD にする感じぐらいでいい。うん、この後さ、Q、うん、でハラス終わった後、ミニオンが敵だけいるじゃん。うん、これはおとなしくタワー下にいてほしいかも。ここで EW のレンジ入るのは、結構危ないうんうん、うん。よくやっちゃうかも、俺。うん、これはミニオンを見てしっかり立ち位置変えたいね。まあ多分もう、 10秒ぐらい経ってるから9を持った状態でこれはもったいないねもう9はずっとクールダウン基本的にそんななんだなんかマナが勝つイメージが勝手にあったからああ<ー>節約しちゃったな余ってるしましょうクッキーもあるから全然 OK だねなんならテレポートもあるから、うん、マナは心配しなくていいかも分かったこのマッチアップって 2>,、うん、まあ2個大体そうなんだけど序盤勝つから、うん 勝つ時間帯であんまり勝ててないな。まさに失速しちゃうからね。うん。確かにな、上に二個対面すると、キュー,ューでめっちゃ話してるもんな。うん。てか、それ。キムはマジもう。う余計辛いしで、ね、めっちゃ。強いし。そう、基本当たるぐらいのスキルだからね。で、リコールタイミングも。これってあんま良くないの。やつイブがさ、これ。こんな感じじゃん、うんまあ。これちょっと難しい話になるんだけど、ライン合わせるのが大事で。うん トップこんな感じだから、うん、イブも見てんだよねトップ、うん、まあこの後こいつら多分喧嘩するんだけど <laughs> あそうここでほ,ほらほら今サイラス行っちゃったじゃんいた、ね、まあここでもうちょっとリスクあるけど頑張って練習して押し切ったら3対1ダイブもあったねなるほどねこれ結構でかいかもな、まあ、他にアクションがなければいいんだけどアクションのもう予定があったから味方がね、うん これに合わせようっていう意識持てるといいかもね。まあこれはまあこの2人のミスだからまあ、多分一緒に行ったらもっとそのゆっくりだいぶできたしサイラスも来ないから。っていうのが分岐点かな一番。なるほどね。でもこの後とは、まあ、それとは別の世界線の話として、うん、この揺られた後にちゃんとミッドすぐ押すのは偉いと思う。うんうん ミッド行きない、サイラストップいったよってピンしながらミッド押してロームっていう判断は偉い、うん、これを普通になんかねた正しい動きだねワードしてでボットこのあとくのかなこれは100点だねこの辺に関してはうーんロームはいい感じなんだうんこれ100点だよこれミニオンロストないからねこのロームこれまあこれ経験値吸ってまあ命令一体の CS 落としただけ 褒めんだね。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 あれ、そんなんだっけいやいやいや、いいとこはいいよ、当然ね。いいとこはいいよ。この時間帯から、サイラスにやっぱソロキルされるリスクどんどん上がってくるんだよね。レベル7、8ぐらいから。さっきまではもう対面にハラさして、ソロキルを優先してほしかったんだけど、逆にもうプッシュを優先かな。戦うことよりも、 ミニオンを全部クリアしてロームを狙うことが今度目標になってくるなんか電撃イグナトサラスにビビりすぎてた感はあったなさっきもなんかその分岐点のところあったじゃん、うん、俺から見ると結構ソロキルのラインに見えて、うん、ああそれに関してはね、うん、頑張るしかないかも <laughs> だ、ね、俺だったら頑張って残ってトップに寄ろうとする うん、頑張るところが出るのがゲームだもんね。そのなんかリズムだけでいけたら思んないもんね。うん。ね、ここはね、頑張ったら3人トップダイブできる状況だったから、うん、まあ実際死ぬ可能性もちょっとある。フリーでいけるわけではない。頑張って押して寄る感じかな、トップに。まあ、結構サイラスも戦うのが得意なジャンプではあるから、92、うん、回打って、 ウェブクリアが目的かなこれもね押し切れるね全然先にまあ結果まあガンク来てファイトなって <laughs> これはまあ何笑ってるいや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 何ってるいや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 この時さこれね当たっても怪しいん<ー>からしな方が勝ったかも まあインフラッシュするっていう発想自体は別にいいんだけど、うん、残りのスキルがないから、うん、忘れてた、うん、さあ,あのね大事なことがあったわ、はい、あのミニオンに変身してない一回もあ確かにしてないわミニオン変身基本強いから狙う方がいいねあーまぁニコ特有の動きだけどここ通ってこっから流れていく、うん、これに <laughs> これと一緒に流れていくも 狙った方がいいかもねそのガンク俺一回回ったことないかも2個でこれね、まあ、2個はやった方がいい、まあ、できればって感じかなこれはわかった EV 入りました CC チ,チ,チ,チェインしましたいい、e、の後、うん、ベストはあ変身ってキーバインドしてる出たーそれ言っておなんかさ23年前ぐらいも言ったわ にこの話すると絶対言うから出た俺はコントロール1234で変身してるじゃあ俺コントロール123って変身できるかももしかしたら23 <laughs> <laughs> 年前のセロスが残ってるかもしれないいいなとコントロール、まあ、1とか2が押しやすいから適当に押して、うん、ウルトのこれ消えんの知ってるよね分かる分かる変身してこれ消してでもナーフされて最後の0.5秒で見えるんだよん変身解けてウルトすると。うん そのタイミングでダブルして、最後の0.5秒のところでダブルでステルス、フラッシュイン、9かな、アッシュに。割とメカニクスが結構課題かな、この試合見てた感じは。それをね、結構適正でやれるといいかも。でね、ウルトの話がもう一個あって、これか。ここのシーンも、これ、この状況、マジでもうベストじゃん。うん、最高だね。うん。 疑って押しました、うん、押してうると当たってから今度は EQ したんだよね、うん、ベルトもした、うん、これよくなくてうっえなに色い色い今度,よく,今度よくないんだよね <laughs> これよくないのうん正しいスキル順を言うとうるとでも当たの確定してんじゃん、うん、今 EQ もう打ち上がる前にうんそう そうするとウルトラ前に EQ が入って Q が3発当たるなるほどねこれ1個どね、1個外れたんだよねでビンフラッシュ落ちただからビンのフラッシュ落ちなかったそうしてたらそういうパターンもあんだよね炎症中に EQ を押しちゃうパターンもあってへえ今のはそのパターンだったんだよねで次はこのシーンだけここ俺悩んだんだよね これねちなみにテナに変身すると足遅くなります。はいえ <laughs> イブが一番いいのえっと、変身最初しないがベスト。一応2個ってエミス遅くなることはあっても早くなることはないんだよね。うん、ルールとして。基礎エミエスが340だからレンジだと最速なの。うん、へー マジで生まれつき足が早いげそうなんだマ、まあ、スーリーとかじゃないとあんまだから変身しないがいいかなああいうことで覆う時は覆う時は単純に変身しないねそう,そう,うんこれだってなんかこっちが襲う側じゃん、うん、サポートセナだっつって相手が嬉しそうにセナに来るんだったらいいけど、うん、だそういう状況じゃないから、うん、変身しない方がいいねそういう時はこれ豆知識だから豆だねそうだ壮絶な豆だねそれはうん これまあまあまあ変身してチャンスをうかがいつつ入りました問題点が1個あります何でしょうえー、なんだろう俺、ねま、マジでそれやってたら勝ってた集団戦ちなみにえー、これ,かも,しれかもしれないかもしれないぐらいこれ正解は、うん、ああこれなんでこのベルト買うかっていうと、うん、ベルトの射程を伸ばすためなんだよね あああ今,今使ったじゃん逃げるのにああフラッシュウルトじゃなくてフラッシュベルトウルト、まあ、ウルトして、うんまあ、要はそのベルトをちゃんとウルトの時使いましょうだね、うん、この軌道でいい言って3人長いソニ合あしつつ9フルコンボアッシュ MF に入って、うん、っていうファイトになってたから、うん、ワンチャン勝ってたかも、まあ、かなり分断できてたね声のダメージ入るのが遅れてたね、うん そうそうそうこれちなみにね一回もできてなかったうーんだからベルトが死んでたね脳になかったね、うん、おこれめっちゃいいウルトじゃんって思って見てたんだけど、うん、ベルト出なくて、うん、ちょっと悲しかったねあとこれこれちなみになんで変身したはえなんかメレーの方がさたわい柔らかいみたいなのなかったっけ、ね、プレートだけだねそれあそうなんだ プレートは17%早い、うん。うん。ね、あの、メレーの方が。うん。まあ、間違ってないんだけど、プレートだけだね。うん、まあ、一応これ、今だと、あの、ダリオスの方がエース早いから、うん、まあ、正解ではある。イブの方が速いかもしれないけど、うん、時間帯によるんだよね。そうなんだ。メレとプレートだけなんだ、そうなんだ。これ、今、ダリエスの方がエース速かったけど、うんあ。レベル18かと2個の方が速い、うん。なるほどね。まあ、ここの辺はでも。 まあ、とりあえずエース速そうなやつ変身するでいいかな。分かった。まあ、ただメレンになるのが危ないときは普通にこのまま殴ってもいい。んで、なんかここファイト始まって、ここ一応ね、早く飛びでよかったかも。えぇ、ー、ラストチャンス、うん、だから、うん、これで、ね、競技シーンでもそうなんだけど、うん、ま、TP で寄るのはもちろん、うん、やるべき動き、うん、マクロとして正解なんだけど、うん 危ないんだよ、ね、まあそれはそうそれはそうだね俺ね TP の炎症中に人が死ぬよくあるよくあるめっちゃよくあるそれ、まああ<ー>うそれっていうだけ本当にあるしあ<ー>なんなら競技シーンでも起こりかねないあ<ー>30分以降まあ大体、うん、もう危ないからグループするわみたいなことも全然ある、うんうん、なるほどねだからもうこれ消しちゃって、うん、もうすぐ TP するぐらいの方が、うん ソロキューは基本いいんんだよねうーん、まあ、ただ確率的なところを消せるか単純そうそうそうソロキューなんてこれは別にサ、ま、ッさん悪いとまでは言わんけど、うん、100試合この動きしたら多分70試合ぐらいは味方捕まるんだよねうん、うん、両輪側でそういうリスクを排除するために早く飛ぶ意識を持つのもありっていう話だね今回実際メイン捕まっちゃったし、うん、まあ今回飛ぶ場所はないな,なんいい場所はないんだけど、うん あこ理想はね、うん、ここでベイン危ないっつって TP できたら超ロールうまいねロールうまいっていうかまあソロ9うまいかもしんないけど、うん、どうせ味方捕まるんだろっつって早めにグループする TP ってさその使わされた時の失敗体験の印象がでかすぎてなんか後からっていうのが俺のテンプレイになってたわなるほどね、うん、あれってなんかすげえすかされた感あってさ失敗の経験としてでけえじゃんやられたな感が 確かにそれもあるし今のロールは競技ーンでもよくあるんだよねそういう TP 失敗そういう時はもう TP ミスったわ相手でボット TP あるやつが相手だけ没頭したらめんどくさいからよし殴るべっつっていきなりバロン殴って初段戦するからその失敗は恐れなくていいかもね使う失敗はね最近なんか問題ない昔より はいわかりました。ニコ<で>、うん、の話めっちゃしたじゃん。うん、なんかバグっててグローバルバンド可能性があるらしいよ。はやっぱダブルバグってるせいで <laughs> うん。虚偽心は虚偽心はそうらし。い次のパッチで治ったりしないの治りそうだけど。パッチ当たるから治ると思ってたんだああ,あ、なるほどね。確かに。パッチ当たる可能性あるな。 まあ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 いろいろやっといた方がいいんじゃない一応、うん、ていうかプールはさあさんどうするどう考えてるアニビア TF のあ TF はまあバウンされるだろうしだからアニビアも消されると思ってんだよねだから俺のその得意トップ2は多分消されると思っといた方が多分よくてなるほどそうなった時の今チャンピオン開発をしてるっていう感じかな普段のソロ級配信もああねうん単純におすすめのキャラはやっぱり タリアはめっちゃいい。いいよね。わかる、わかる強い、わ<い>かるよあ。カルマも強いよ。出た, <laughs> た。しかもカルマはなセロスに教えてもらうもんだろう。カルマは正直 OP。競技シーンでもいるからね。そうだよね。いやカルマやっとくか。しかも多分だけど、俺らレベルが高い大会みたいな感じになってて。 その競技を触れてる人が結構いるから、うん、カルマをお勧めしてる人が多いと思うのだからフリーで取られちゃったりすることがある時に、うん、ドラフトの時にまあ俺が先に取るっていう選択肢を出しときたいのもあるよねああとグラガスとジャングルで強いから <laughs> 野草グラガスやるありだよ野草本番出すのマジありだよレベルの高いチームゲームで野草が機能するかどうかちょっと分かんないけどねスクリーンで一回出したいけど フォーカスされてぶちゅんってなんじゃねえか怖いけどまじ <laughs> でぶちゅってなりそう本当にコールが鳴り響いて、まあ、まあ試しつつじゃない他の人のピックとかもまあ聞いてからかな、うん、まあでも選択肢としてあるってことは覚えといていいねヤバイ